もう小走りで、今日はヘアセットをやりたいと思ってて、それでいつも使っているヘアアイロンがどこのかわからないんですけど、 TRK2030T を使っています。それで温度を180度に設定してます。髪のセットにワックスを使ってて、ワックスの方は人よりピュアワックス11を使用しています。結構全体の写真くださいとか言われるんですけど、前髪がちょっと目を超えるくらいの長さで、口にちょっとかかるくらいで、横は後ろに流す感じで、襟足がちょっと今長くて、襟足の巻き方も教えてくださいってコメントをいただいたので、そこも紹介していきたいと思います。ヘアアイロンの温度がちょうど良くなってきたら、ここら辺を取って適当に流します。はい、みんな見てくれてありがとう。この動画がいいと思ったらグッドボタン、チャンネル登録、コメントお願いします。今回はずっとリクエストでもらっていた小走りさんのモノマネをやってみたんだけど、もうなかなか顔が小さくならなくて、もうどうしようどうしようってなってたんだけど、なんとかなったのかな。じゃあね。